どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さんウクレレ楽しんでますか？はい、ガズレレ YouTube 動画を見たらどんどんね、どんな人でも音楽を弾けるよということでレッスン動画公開してます。初めて見た方、ここからウクレレ楽しくあっという間に弾けますんでやってみてください。今日の動画はですね、このガズレレの中ではちょっと欠かせないリズムの、一つ16ビートのチャというふうにガズが言っている、そう命名しているあのかっこいいリズムがあるんですけど、それはやっぱりあのガズレレでウクレレで、音楽始めた人がやっぱりね、まあ、難関というかですね、かっこいいんだけど難しいんですよ。で、なかなかここでね、ちょっともうちょっとなんかうまくできないかなという方がやっぱ多いということでございまして、今日は16ビートのチャの、2022年、最新の研究結果報告というかですね、この動画見てもらったらですね、また16ビートのチャというリズムがですね、皆さんまたもう一皮こう向けてかっこよくなる、そんな、山盛り情報盛りだくさんでお届けしたいと思います。これはいい道具になると思います。皆さんお楽しみにしてください。それじゃあちょっと一応確認ですけど、16ビートのチャというリズムってどういうものかというと、基本はですね8ビートというリズムです。8ビートの上に8ビートのチャというリズムが来て、で16ビートというリズムが来て、その上に16ビートのチャが来るという、こうストロークね、ガズレレダーこのリズムの中では最高峰のねストロークの技術だというふうに言ってるんですけれども、これやっぱりなかなかトライしてる人が多くて、皆さんご存知かと思うんですけど、ガズレレ大学といって、これ YouTube メンバーシッププログラム、今これ YouTube をパソコンで見てる方、画面の下のところにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこのね、そこで参加してくれている、生徒さんたちとのこうやり取りの中でめちゃくちゃいろんなことが分かってきております、最近ね。はい。で、これ1年以上もうね、このガズレレ大学継続していく中で、皆さんとのやり取りの中で、新たに分かった新事実を、これからどんどん公開していこうと思うんですけど、まずね、今日ね、7個の、コンテンツを皆さんに今日ご紹介していきたいと思います。16ビートのチャっていうよりはね、こんな感じです。このリズムはやっぱりね、なんていうのかな、洋楽含めも J-POP もそうですけど、まあ、かっこよくて乗れる、いわゆるリズムですよね。これのやつをちょっと深めていこうということなんですけど、まず1個目なんですけど、今日どんどんいきますよ。まず16ビートのチャをやるときに、皆さん、こういうカメラの目線でガズンがこうやっていつも弾いてるじゃないですか。こういう風にね。そうすると、この角度しか見たことないと思うんですけど、ちょっと角度を変えてみましょう。はい、そうするとですね、皆さん自分の手と見比べてもらいたいんですけど、ガズさんの角度ってね、こういう感じのイメージなんです。こういう感じのイメージですよ。皆さんもしかして、こうなってないですかっていうのがまず1個目ですね。はい。じゃあ16ビートのチャを弾いてみますよ。ここで C を押さえて。こんな感じ。よく見ていると、うまくいってない人は結構こういう感じになってて、ね、結構肘で弾いちゃってんですよね、こう。肘で弾くっていうのはこういうことですよ。この肘が動いてるでしょ。で、ガズさんの弾き方だと、この上から見てもらうと分かりやすいんだけど、こういう風になってるんですよね。もう、つまり大げさに言うと、こうじゃなくて、で、こうだとこう弾くしかないじゃないですか。そうすると肘を使わなきゃいけない。だけど、こうすると、ここが使えるわけですね、つまりは。ちょっとここに距離があるというかですね、これ平らにならない。これがまず1個目のキーワードです。OK ですね。これがまず1個目ですよ。ここになんとなくこう、ふんわりした、空間を作る。これが1個目の、キーポイントになります。はい。どんどんいきます。深いですよ。はい。次はですね、肘のこの部分にちょっと注目してください。ここ。ここにね、肘をこう当てているわけでしょ、皆さん。で、こういうふうに、まあ、弾いていると思うんですけど、ここをですね、どうやら、ガズさん、ほとんどこう触れてるだけなんですよ。ちょっと見ててね。わかる？トントンでこのぐらいこう触ったり離れたりしてるぐらいなんですよ。で、これがですね、ガズレレ大学並びに私がリアルで会った皆さんの16ビートの茶を見てるときに、ここにですね、この肘をね、ぎゅーっと押し付けてる方いっぱいいます。ここグッと押し付けちゃうと、これダメですね。なんでかっていうと、ここで押し付けてる時にもうね、力がここに加わっちゃってて、なんていうのかな、力が入っちゃってるんですよ、ここすべてに。全体に力が入っちゃってる。だから、ここもね、
ここに力を入れてここを緩めるってことはもう不可能ですからね。で、しかも、このウクレレの音ってこのボディの表面、あっちは、これ今使ってるやつガズモデルですけどね、G-Lab のいいウクレレですよ、これ。このウクレレっていうのは、このトップの板に音を振動させてるわけだから、ここをあんまり押し付けちゃうと音も良くないんですよ。ちょっとこれわかるかな？ちょっと聞いててね。今、C をただダウンで弾いてます。今ね、力入れてるんですよ、肘。離しますよ。ほら、全然違くない？音が。今、力を入れてます。離しますよ。ほら。全然音も変わるでしょ。ここで皆さん、押さえつけてる可能性大ですからね。ここ押さえつけてるってことは力が入ってるし、なおかつ、ウクレレの音も悪くなりますから。ここ、キーポイントです。はい。自分のところ、ここ、よく見て、ここに、本当にこう、ちょっと触れてるか触れないか、もう。このぐらいふんわりふんわりこうリズム乗る程度のリズムを取るときにこうちょっと触れるか触れないか、これがキーポイント。その2でございます。あ、じゃあね、どんどん次いきます。じゃあ3つ目のキーポイントはですね、ちょっとこの指先をちょっと見てもらいたいんですけど、右手。今、C を弾いて、ちょっと16ビート弾いてみますよ。ドアップで。このね、この動き、わかります？今までの16ビートの解説だと、肘は使わずに、手首をこう回転するイメージってよくお伝えしてたと思うんですよ。こうやってブラ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 ってやってねっていうふうに動画の中でも言ってるんですけど、なおかつ、この動きプラス、これも入るんですよ。こう。だから、ここで回転、ここで回転、ここで回転です。そうすると、指先だけでも、もっと大げさなこと言うと、ここ全く動かさなくても、もうこれだけでも結構スナップ、この指のスナップでも、これができるぞということが分かってきております。この回転だけじゃなくて、この指のここまで使う。だから、疲れずに、まろやかに、弾くことができる。あ、ちなみにこれ前提条件ですけど、さっきからなんか見てるように、力は抜かないと、これ絶対16ビートのチャって滑らかに弾けませんからね。まあ、体をこう、リラックスさせるということですね。体全体でリズムを生み出す。この小手先でリズムは埋めないんですよ。こう体っていうかこう、ハートビートみたいなもんでこう、体全体から生み出す。その時にこの柔らかさをこう伝えていて、もう全部がこう、しなるような、もう本当にこういう柔らかいイメージを持ってもらうのがいいと思います。指先まで、一個のこの、弾く道具としてこう柔らかく使っていくということです。まずこの動きと、この手首の動きと、ここの動きとこの動き。はい。これが三つ目のポイント。じゃあ、その次。このままだ近いですけど、親指に注目してください。これガズの弾き方の特徴なんですけど、これは別に皆さんにとっていいかどうか人それぞれのスタイルだと思うんですけど、これちょっとおまけね、四つ目は。ね、ここをね、よく気づいてる人いるかな？僕って、ガズさんってここを叩きながら結構8ビートも16ビートも弾くんですよ。ちょっと親指に注目ね。8ビート弾いてみます。わかる？こうやってやってんですよ、基本。はい。この音も音に加わってるわけですね。16ビートをやってみると。キープしてる可能性があるというか、可能性があるというか、これリズムキープしてるんですよ。この親指をトン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 、これが、これはガズのちょっとスタイルではあるんですけど、これももしかしたら人によってはすごく有用かもしれないんで、この4つ目のポイントは親指もちょっと試してみてねということを、言ってみようと思います。これはね、今日はね、興味深いですよ。はい。どんどん行きましょう。次は5つ目のキーポイントはですね、これちょっとここから難しくなりますけど、裏でリズムに乗る。これが16ビートのチャで結構欠かせない要素でございまして。これね、日本人の、リズムの取り方の代表としては、てんてけてんてでんてんてってけてんてんてんみたいな頭っていうんですよ、これ。ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タンみたいなやつ。
で、だけどこれ裏で撮るっていうのは、でんでけでんででんてけんてでんでけでんてでん。これ例えば、それこそソウルミュージックとかブルースとか、まあ大体裏でリズムを取る。これがかっこいいんですけど、じゃあこれちょっと今、メトロノームを用意しました。これガズレレ大学でもいつも登場するリズム練習で使ってるメトロノームなんですけど、あ、ガズレレ大学、毎週2回のライブ配信、これめちゃくちゃ楽しくてめちゃくちゃ勉強になります。ただいま北酒場の課題曲をみんなでモリモリやっております。これね、ぜひチェックしてください。ちょっとリンクね、ガズクラブのご案内貼っときますけれども、概要欄にも貼っときます。じゃあ、電源入れて、じゃあ100で、ちょっとメトロノーム鳴らしてみます。はい。これに合わせて16ビートのチャを弾いてみましょう。いいですか？ゆったりですね。で、これにまず合わせられるのきっと難しいと思うんですけど、あ、そうだ、これ先に言っとこう。メトロノーム練習って、メトロノームに合わせようと思っちゃダメですよ。メトロノームと一緒に、こう、交わるというか、乗る？メトロノームと一緒にリズムに乗る。こういうイメージがいいです。合わせると思うとダメなんです。一緒に楽しもうみたいな。はい。一緒になる。一つになる。これがキーポイントです。で、今のやつちょっともう一回聞いてください。C で。ここで裏っていうのは何かというと、うん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 、あん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 。これ、うん、うん。これ、わかる？今、僕が、うんって言ったタイミングが裏です。うん、うん。裏でしょ。これ。これがカッとなった後に、うんって裏でくる。カ、うん、カ、うん、あっくん。これを意識しながら16ビートチャをやるときに、体の動き見ておいてください。体の弾くときが、それが裏なんです。ワン、ツー、スリー、フォー。うん、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 うん。これね、ちょっとメトロノームに合わせるの難しいと思うんですけど、ただでさえ合わせるの難しい上に、この裏の、うん、うん、うん、これを感じながら16ビートのチャをやると、だいぶこれリズムの勉強になります。これちなみに言っときますけど、最初からはすぐには必ずできることはないんで、練習あるのみなんですよ。だからこれ家で、皆さんスマホのね、無料で入れられるアプリが、メトロノームのアプリってたくさんありますんで、ちょっとね、やってみてください。メトロノームにまず最初合わせるのだけでもめちゃくちゃ難しいんで、これはガズレレ大学に入ってくださればね、毎回毎回このメトロノームトレーニングをやってるんでね、メトロノームに合わせるんじゃないですよ。一緒に乗るわけですからね。これでこう、裏でちょっと乗っていく練習。これがね、結構有用だと思います。時間はかかるけども、こう、脳トレでやってみてください。はい、その次なんですけど、ちょっとマニアックな話で、16ビートのチャって今こうやってやってるんですけど、聞こえてる、すごく聞こえてる音と聞こえてない音が結構こう混ざってるんですよね。ちょっとゆっくりやってみると、はい、これゴーストノートとか言いますけど、この大きい音はわかるじゃん。ダンつく、このダンつく、そのダンは大きく歌くて、つくはちっちゃく弾きたい。この音量差が大きい方が、このよりこうグルーヴというかノリが出るんですね。ゆっくりやると分かりやすい。これが速くなると、よりこの効果が出てきます。はい。音出てない時はもうほんとサワサワサワって本当に触れてるだけなんですよ、ここ。サワサワサワって見て。このぐらいのイメージですよ。音がちっちゃい時は。触れてるぐらい。強弱、これはやっぱりアクセントということで、まあいつも言ってますけど、そのジャーンと弾くときは、力を入れるんじゃないですか。スナップでパーンとこう弾く感じ、スパーンとこういく感じで、弱く弾くときは本当サワ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 、体でね、今もうガズさんのいつも YouTube 動画、レッスン動画見てもらったら分かるけど、もう本当にこう体からリズムってやっぱ出てくるわけだ。はい、このね、やっぱり体のノリは一番大事だと思います。
います。はい、それじゃあね、最後7つ目の、ポイントとなることなんですけど、このね、やり方はですね、ちょっと以前もね、ガズレレ大学ってたまに皆さんに見てもらうように不定期で、そのライブ配信の模様をシェアしてるんですね。ちょっとここら辺に以前ガズレレ大学の様子をシェアしたものを貼っとくんで、これも見てもらうとガズレレ大学で普段何やってるかってことを分かってもらえると思うんですけど、そこでも一回ご紹介したことあるんですけど、ウクレレをですね、ひっくり返す。ひっくり返して、ここのところでですね、右手の練習をするとすごくいいよということです。ちょっとこれびっくりします。見ててください。ワン、ツー、スリー、フォー。この動きを見るとすごくなんか勉強になるんじゃない？これ指が開くときに、なんかこう斜め前にスパッと手が行くイメージとか。親指をこう叩いてるイメージとか、これが全部ね、弦があると弦を見ちゃうんだけど、こういうところでやると、すごくわかりやすくないですか？じゃあ8ビートでやると、はい。じゃあ16ビートやると、これつまり打楽器なんですよね。だからこの打楽器、打楽器を叩きながらコードを変えているから、こうビートが生み出せる。なのでここのリズムだけ聞いていても気持ち良いのが、まあいいわけですよね。はい。これはなかなか高難度だというふうに思います。はい。ゆっくりやると、まあこれちょっと8ビートから練習がいいかもしれない。ドン、チャッ、ドン。メトロノームに合わせても。こういう風にですね、あえてコードとか弦を弾かない練習っていうのが、もしかしてめちゃくちゃヒントになる近道かもしれません。で、ちょっとこのね、今この練習するときに皆さん最初に言っときたいのは、これまず最初ね、こんな風に音出ないですから、みんな、あれ？全然音出ないってなると思う。だからまずこの、こんな風に、アップの時とかなかなかいい音出ないんで、そのいい音が出るっていう練習もした方がいいかもしれない。タッ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 。この、まず音を出すっていうことがもしかしてすごくヒントになるかもしれません。こうやって弾いてたらできないもんね。つまり、こうでも無理じゃん。こうではならないんですよ。だからこうやって、ここを叩くっていうことがもしかしてものすごいヒントになるかなというふうに思います。はい。これがですね、2020年の12月から、2021年1年かけて、ガズレレ大学でこの16ビートのチャを研究した、まあ、今のところの、もう集大成の最新情報なんです。今のちょっと参考にしていただいて、ちょっと皆さんのやり方でゆっくりちょっと、取り組んでみてください。全部いっぺんにやろうと思うと大変ですからね。まずは面白そうだな、できそうだなと思うものをちょっとやってみてもらって。こういう練習っていうのはもう普段のね、ウクレレ持ってない時でも、例えば散歩中とかどっか通勤のね、電車とか車の中でも、こういった例えばこう膝を使って、こうやってできるわけですよ。まあ、やっぱ体に乗って歩きながら、ウォーキングしながら16フィートに乗ってみるとか、ドンとかタカ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 タスカドン。裏でね、タカ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 みたいな感じのイメージで練習するのがいいと思います。はい、16ビートの、じゃあちょっとね、簡単ではないリズムですけど、あの気持ちよさできるようになるとめちゃくちゃ気持ちがいいんで、演奏できる曲の幅もすごく増えると思いますんでね、ぜひこれまた2020年改めて、練習していってみてください。やっぱ体を柔らかくして体で乗る、はい、手だけじゃないですよ、リズムは。そんなこと試してみてください。それでは、本日の動画これにて終了になります。
お知らせです。オレンジ色の本が出るよ、ソングブック5予約受付スタートになりました。皆さんいろんなところで予約受け付けてます。インターネットとかアマゾンとか本屋さん書店さんでよろしくお願いします。そしてこのイベント、7月23日博多の HMV&BOOKS、 8月8日渋谷 H&AMBOOKS で、無料出版記念イベント開催です。電話予約もできるから遠くにお住まいの方も夏の旅行にぜひいかがですか。ご案内は概要欄に貼っときますので、ぜひこのイベント参加してください。最高のイベントですよ、よろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器屋さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレットに皆さん入れておいてください。入って そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってるジーラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。